こんばんは。ほんま、なんか、よいしょ、よいしょ。これをせっかく巻いたけど、やっぱりストレートにするまーす。やっぱりストレートにする。こんばんは。今日はちょっとメイク配信みたいなのをしようと思います。いや、触覚取っちゃおうかな。うん、これでもいいかもしれない。いや、どうしよっかな。ちょっと触覚をどうにかします。では皆さん、たくさんギフトありがとうございます。ちょっと何、ナナイとの差が開いてしまったのですが、頑張りましょう。皆さん一緒に頑張ろう。2時間配信します。よっしゃ、いけ、よし、もういいや、こんな感じ、よし、うわー、もういいや。こんばんは。え、まずこの長さが違ったりする。まあいいか、メイクをします。こんばんは。テロップ書きますね。お団子ありがとうございます。メイクしますね。そうでもしない、そうも、ん、そんなにしないけど、今日は何もしてないのでメイクだけでもしようか。エメラルグリーン、あれ似合うね、ありがとう。あれなんだよ、今日はポニーテールにしようと思って、ポニーテールにしました。リフォーの顔ください。え、ごめん、リップ塗っちゃったけど、わあ。寝起き、寝起きではないよ、全然寝起きではないんだけど、後で比較。シュシュない、シュシュしたいけどさ、しても見えないからね。え、クッキーオフ、こんばんは。ゲヒキラキラ星投げてくださると嬉しいです。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。これは10時まで配信するから、ぜひ見てね、10時まで。もし、ありがとうございます。投げた、ありがとう。
や、なんかこれまとまりがないまとまりがない、まあ、いっか。かゆよいしょ。で、もう何でもいいよ、何でも書いてこう。名護ありがとうございます。明日から公式ルームからの配信、そうですね、いろいろあり、だからみんな公式からもしね、何現地に行けないよっていう方いましたら、ぜひ配信見てください。そのそれだからさ、ルアの何時から配信とかどうすればいいんだろうかね。だって午前中できないでしょ。で何時までだっけ、何時から何時までだ、だからさ、明日のタイムテーブルはそんなによく決められずにって感じなんですけど、どうしようかね。明日何時からなっけ。ドルマありがとうございます。初めて遊びに来ました、ありがとう。ファイトありがとう。ススキありがとうございます。星ありがとうございます。6時半から何時まで、あ、6時半から、あ、じゃあ OK、 ありがとうございます。ススキありがとう。お団子ありがとう。こんばんは。じゃあ9時とかからできるかな。じゃあそうしますね、9時からやろうか。待って、ん、朝次8時からって言うから朝の8時にしばらく待ってた。え、ごめん、え、8時ってそういうこと、20時です、ごめんね。8時から学生だから配信できないんだよね。明日劇場行く、ありがとう。そうだからしたくても日中ができないから、難しいよ。
ちょっと3時間はできないかもな。ってことは朝そんな1時間半とかはちょっとねえ。明日も朝30分くらいにしようかなと思ってたけど、そういえば夕方ができないから難しいよ難しいね。朝5時、朝5時はないの。それはルアが無理そう、平日だからねこの期間しょうがないっちゃしょうがないんだけど、なかなか厳しいね。こ、もう終盤です。最大でも2時間半くらいはやりたいから、せめて。でもそんな、うん、一回星が投げられる時間帯だったらいいかなって思うから。こんばんは。団子ありがとう。ニコ生と同時視聴中、ベルちゃんが映るためめちゃめちゃ嬉しくなる。え、嬉しい、ね、今やってますよね。そう、サマコンのやつかな。ススキありがとうございます。おお、星もありがとう。いいぞ、完成形に近くなってきました。で、次はチークをしたいと思います。ハートありがとう。これで終わりです。多分。早くない？ルア。早いでしょ。ティークこうやって。鼻先につけて終わり。アーグにはつけ。鼻とアーグにつけるのハマってんだよね。できましたー。早い、なんて早いメイクなんでしょうか。喋らなかったらもっと早く終わるんだけど。いろいろ省いてるんですけどね、下地塗ってないしファンデーションも塗ってないし。7位まで673,393ポイント、ありがとうございます。差が開いちゃったけど頑張るぞ。えいえいおー、頑張りましょう。大丈夫大丈夫。こんばんは。ハートありがとう。15万経過しました。毎日配信368日目、ありがとうございます。ぜひ
キラキラ星投げてくだされた嬉しいです。あのチャレンジでできたら、そう無料で投げれるので、ぜひ初めて見に来てくださった方とかいましたら投げてくださると嬉しいです。お星ありがとう。お星様お願いします。お、できた、やった、お星ありがとうございます。ぜひ投げてください。ダルマありがとうございます。ハロー、ハロー、こんばんは。もうできた、これが画面ができましたよ。お、お星ありがとう、ありがとう、みんな協力してくれて。衣替えの時期、そうですね。でもなんか意外と今日はあの暑いっちゃ暑い気がして、暑いっちゃ暑いで、ちょっと半袖なんですけども半袖なんですけども、暑いけどでも寒いよね。それ、え、何わかんないわかんない暑いけど夏に比べれば寒い方なのかなって思う。すすき、ありがとうございます。衣替えだ。そう、なんかよくわからない、暑いけど寒い今日ね、ルアシはあのクレーンゲームをしてきたんですよ。そう、クレーンゲームしてきて、しっかり取れました。基本的に食べ物のクレーンゲームしかしないんですけど、ルアシはしっかり取れましたよラッキーなことに3個取れた。ヨーヨーって感じで。何が取れたかというと、まあ同じのなんですけど、全部おやつカルパスと、おやつカルパスと、おやつカルパスのあのなんだっけ、あのなんかね、ツナマヨネーズじゃない、なんかマヨネーズが入ってるやつ。そう、50本入りの箱のおやつカルパスなんだけどね。そう、それをまず200円で1回1個取って、よしってなって、もう一回やってみたら、次なんかそのなんかマヨネーズみたいなやつが100円で取れて、で、え、これもしかしたら3個目いけるんじゃないと思って、3個目もやったら、まさかの全然できなくて、結局合計で1300円くらい使っちゃったねまあ結局プラスなんですけど、でもなんかちょっと買った気分けど、その3個目までがすごく苦戦しましたね。そう、50本入りの箱のやつなんだけどもしかしてこれはるかちゃん見てるこれはるかちゃん見てる。なんかさ、今いるわ、その話したらさ、はるかちゃんからさ、すごいって来たんだけどさはるかちゃん見てる、もしかしてなんかこの前もね、カルパスを買ってない、取ったんですよ。
その時はなんかめちゃめちゃでっかい箱なのに30本しか入ってなくて30本しか入ってなかったんだけど、今回はそれよりちっちゃい箱なのに50本入ってて、そうしばらくあれですね、おやつカルパスになりますどこのはるかちゃん、あ、はるちゃん、そう今ラーがカルパスの話してたらはるちゃんが LINE 来た見てるはるちゃんありがとう、やっほー鈴木ありがとうございます。パッケージ詐欺ね、パッケージ詐欺、カルパスはコンビニでつい買っちゃう、わかる、なんかさ、なんかちょっと食べたいけどそんなにいらないっていう時にだよね、いいよね。でもクレーンゲーム本当にいるわ、食べ物しかやらないんですけど、皆さんなんかクレーンゲームで取ったものとかありますか？なんかさ、でかいさクレーンゲームでさ、なんか大きい人形とかぬいぐるみとかあるじゃん、あれ絶対取れないと思ってやってないんだよね取れないと熱くなるタイプ、結構そうだね、諦めが長いかもね、そう諦めるまで、いやもう一回、あもう一回いけ、次いけるんじゃないみたいなのを出してしまう、そうアフターもらった、ああれビフォーアフター、はいねえ、あら、ありがとうございます。みんなクレーンゲームとか取らない、もしかして諦めが悪い、諦めが悪いってよく意味わかんないか、なんだろう、諦めが弱い、諦めるまでが長いかそう諦めるまで長いんですよ。ハギョドのぬいぐるみとか取ってみたいけど減った、いやわかる、ルアもできないんだよね、なんか1回200円のクレーンゲームとかあるじゃないですか、え、どうしたら取れるんだろうと思って、取れるって決まってないからこそさね、手を出せない、取れないので買った方が安いわかる、なんか取ったけど買った方が安くないっていうのがありますね、ルアもわかる、ハートありがとうございます。ポニーテールがルアあれかな、伸びた、もしかしてどうよ、ポニーテール伸びてるどうですか、伸びてるっておかしいか、ポニーテールが長い、長くなったよね、髪伸びた、嬉しい、わーいよいしょ、サラッサラですポニーテール揺らしながらやだ、歌いたくなる、本当に今日ずっと何かの曲を口ずさんでました、いろいろ、これをポニーテールで表すのすごいよね、振りで、ポニーテール揺らしながら
走る砂の上めちゃめちゃ揺らす。でもユーハってこんな感じなんだな。そうなんかこう縛って踊ったことないからさ、髪も一緒に踊んないとだね。じゃあすごい、面白い。いいな。でも髪結びながらいつかやってみたい。ペイちゃんにもリボンつけてほしいね。あの日向さんとかさ、ユーハがさ、あのつけてるあの白いね、あの別の時の衣装のリボンがめちゃめちゃでかくてすごい可愛いから、どうもつけてみたいんだよね。お団子ありがとうございます。ハートもありがとうございます。待って、ハートステッキ、あ、ステッキスイッチありました。リボン似合うね、エリシ。リボン似合ってみたい。ステッキ。あなたはだんだん眠くなる、あなたはだんだん眠くなる眠くなります。おやすみなさい。ベッド頑張るわ。ありがとうございます。頑張ろうね。あ、寝た寝たみんな寝た。バラありがとう。そういう風に使うの。いやそんなことはないんだけど、たまにやってるこれを。あなたはだんだん眠くなる。プリキュアみたいだよねこれ。これ色違いとかないのかな。でこれどこで買ったんだろう、わかんない。何のために買ったんだろう。てかいつからここの配信にこのステッキがお邪魔しているご来場されてるんだろうか。気づいたらいるよね気づいたら長年いる。ススキありがとうございます。まだ光る。全然光るの。やばいよね。去年に買ったのは覚えてるはず。なんで光るの。な、電池の持ちいいよね。何のためにってね、だってこういうのあんまり使わないじゃん。配信のために買ったのかな、ね、覚えてないよ。だってこれ絶対おもちゃ売り場に、おもちゃのところにあれだよね、売ってるよね。売ってたとしてもそれで変身するの。変身するかな。変身パーティーの返信みんな毎回楽しみにしててくださいね。いろいろ毎回テーマがありますので。毒リンゴ食べてみたい。あ、毒リンゴ、毒リンゴ、待ってなんだっけ。毒リンゴ食べてみたい、ララララ。でこんな音程だったっけ。もっと高かった気がする。毒リンゴ食べてみたい、ランランラン。丸かじり皮も芯も一気一気、お腹とか痛くなっても平気。私きっと氷ない。もっと低いね。ちょっと待って、忘れちゃった。でも歌うと歌えるんですよ。お化けとか宇宙人とかいるあれ可愛いよね。歌詞めちゃめちゃ可愛い、うん、パーティーもめちゃめちゃ可愛いし。
月のうさぎが跳ねて星の鐘を鳴らしたら遥か地球の海で白いクジラが潮を吹くそっと目を閉じて Be quiet 夢のその入り口がいいねあ、サビも行った方が良かったパーティーすべてを忘れてパーティー体動かしちゃえパーティーさあ楽しみましょうパーティー夜はこれからだよてってれ楽しいよねパーティー行きたくなってきた嬉しいね、また公演あるといいな今は全然リバイバル公演リバイバル公演の詳細しか出てないからね出るねあるかなパーティー公演ハートありがとうございますそっからのディアマイティーチャーもいいよねでもさそれのさちょっとあの今もしかしたらもう放送されてないかも DMM さんのあの初日の時のディアマイティーチャーのルアがもう見れないくらいにすごい顔しててわかるかなねえこの世には男女芸しかいないのとかやってんだよ俺は顔やばいよね本当にな、んだその力強い顔はみたいな本当にそんな顔して本当に全然大げさじゃないこれ以上かもしんないけどあのすごい顔しててえでも今は全然そんな顔してないですよでもなんかすごい顔でカメラ目線しててでびっくりした覚えてる気持ちが入りまくりそう多分そうだったんだろうね、うん、今は「ケンしかいないの」とかやってるからちゃんとあざといっちゃあざとい昔の映像ってやっぱり恥ずかしいですかあ恥ずかしいですねうん、なんか今と全然やってること違かったりとかしてるからあとめちゃめちゃカメラ目線だとかあとめちゃめちゃウィンクしてたりとかそうなんかね歌割りじゃないところもなんかカメラ目線ですよなんですよだからもうちょっとこっち見んなって思ってこっち見んなと思ってそうなんかルアめっちゃカメラ目線なのとにかく、うん、さすがに歌割りでこっち見られたらちょっとさ気まずいよね見る側もさえなんで見てるんだろうと思ってまあ今はちゃんと大丈夫ですよご安心ください多分大丈夫だと思うんですけど初日は面白かったですね今見るとそうでよくすごいなんかよく成長したなってわよく成長したなと思いましてハートありがとうございますドクリンゴ食べてみたいランランラン丸かじり皮も芯も一気一気桜の花びらたちが咲く頃どこかで希望の鐘が鳴り響くこれ結構完コピしてくださってる方多いですよねあれこっちかみんなできるんですかもしかして結構なんか手の振りだけだからさ覚えやすいですよねー
パーティー公演いいですね。そうなんです、楽しいですから、ぜひお越しください。ぜひキラキラ星あったら投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。そう、結構みんなやってるの。そうそうそう、踊ってる最中に私本当にいろんな人の顔が、顔を見てるんですけど、こうやって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 見てるんだけどね、みんな踊ってくれて手を振ろうとか、みんなサイリウムこうやって振ってくれてるんですよ。皆さんと公演を作り上げてる感があってとても楽しい。そうそう、パーティーの振り AKB グループ全員踊れるのかしら。でもそうだよね、でも踊れそうですかね、どうなんだ。あ、でもね、あのカウントダウン TV さん の AKB48 さんが出てた時 のライブのやつ、1時間くらいのやつ見てたんですけど、その時にスカーヒラをやってて、もうあ本気だと思ってめちゃめちゃ何回も見返しました。そう、椅子使っててめちゃめちゃかっこよかった、かわいい。あと新衣装がめっちゃかわいすぎて、昨日の歌コンも可愛かったし、スカヒラいいよね、キュート、ありがとうございます。星ありがとうございます。たくさんぜひキラキラ星投げてくださると嬉しいです。キラキラキラ、キラキラ、こんにちは、イソベルアです。投げて、あのキラキラ星あったら投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。チャレンジからゲットできるので、あの雷マークのボタンを押していただいて、ぜひよろしくお願いします。今日のエメグリの服かわいいね、ありがとう。ギャップのです、ギャップ好き。暑いな、なんか踊ってたからかな、すごい激しく踊ってたせいかめちゃめちゃ暑い。全然窓開いてない、まあいいや、これからも頑張って、ありがとうございます。イベント頑張れば、ありがとうございます。今8位なので皆さん一緒に頑張りましょう。2時間配信します。雨上がったかな、うん、音聞こえないから多分上がってると思う。さっき外出たら雨降ってなかったから、そう大丈夫になった、ね、天気は本当によくわからないもんですよね。すぐ晴れたり。ハートありがとう。パーティーコインとリバーバルコインどっちが疲れるの。へえ、どうだろう、リバイバル、なんだろうな。パーティー公演は一番疲れる曲が私の中では、NGT48 を踊ってる時が一番疲れるんですよ。おい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 ってずっと手を挙げて足も上げてって感じだから、それが一番疲れて、リバイバル公演はゲスの辺がめちゃめちゃ疲れるんですけど、まあそれはユニットってもその代わり1曲だけの出演なので、まあ、あとは休めるんだけどね、なんだろうな、
迷いどころだけど、でも頭3曲、リバイバルコアの頭3曲は意外とそんなに疲れずにすごい楽しめるので、レッツゲットとかは疲れるかもずっと無理しんよ、レッツ、レッツ、もう少しってめちゃめちゃ足上げないといけないから、そう2部の1曲目から疲れますね。やっぱり2部の1曲目って疲れるのかな、うん、だからどっちも結構同じくらい疲れるかもしれない。その汗、あ、その汗ルアめっちゃ好き。その汗、あれ、情熱は裏切ることないよ、本気なら夢は叶う、努力のつぼみが実るこれめっちゃ好きだわ。なんかこういう振りあんまりしないじゃないですか、うん、これ毎日やってたら痩せそうですよね頑張ってるわ、ほぼ平行でこうやってるよ気持ちは平行楽しい、あれ、こんばんは。こんばんは、ハロー。リバイバルも結構ポジション動くよね。そうですね、うん、結構だから立ち位置覚えるのが難しいかもしれない。パーティーは基本的に一列になったりとかが、パーティーが始まるよう以外がなくて、だけどリバイバルはよくその一列でめちゃめちゃ広がるっていうのがあるから、その番号がなんか何点何何とか75とかだからめちゃめちゃ難しくてそう覚えるのが難しいですね。誰もありがとうございます、ありがとう。レッツゲットりわちゃん椅子に座ったことない、ないの。そう、ウォー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 って言いながらみんなのやつ見て楽しんでます。いつか椅子に座ってみたいウォー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 、レッツゲットライティね、公演したくなってきたね、こういう話してるとしたくなってきたっちゃ。皆さんキラキラ星投げてくださりありがとうございます。ぜひもし初見の方とかいらっしゃいましたら、それで星があったらぜひお星様をキラキラ星を投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。一人ゲーム的に先に座っちゃうとかなんかあとさ、なんか椅子を後ろにやってそのまま置いていくとかね、なんかマリナさんとかやってましたよねあれ見ててすごく楽しい。なんかもうすごいわちゃわちゃってしてる感じが出ててめっちゃ好きですね。椅子楽しそう、うん、そう楽しそう。ランク7位まで618,862ポイント、ありがとうございます、ありがとう。先輩と絡んでる時のルアちゃんの顔見るのが大好き。あ、そう、なんかね幸せなんですよ例えばなんかここに顔があるじゃないですか、こう先輩の顔があって、なんかこうやっていただくとヒヒヒとかやって、そう超幸せなんです。嬉しいよね、本当に嬉しい。
昨日もねメールでミュウさんについて書いたんですけど、やっぱりなんかそう先輩と関われることがとっても嬉しくて、やっぱり今まで見てきたなんか見てたので、そうやっぱり裏側も可愛いなって思ったり、そうでも本当にメールに書いた通りやっと存在しているんだということが実感できま、できるようになってきましたやっと本当に存在してるんだなって思っちゃって、最初は本当になんかもう存在が遠くてもうキラキラ輝いてて、あーかっこいいな可愛いなと思ってずっとみゆさんをね遠くから見つめていたんですけど、本当にいろんなことで関わることが多くなってきて、ツアーとか、まあ、最近だと本当に公演、特別公演は全部関わらせていただいたかな。そう、それで喋るようになったりとか、写真とかもね、そう撮れるようになったりとかしてそう、しかもね、あのみゆさんから話しかけていただくことも多くて、もうやばくないですかやばくないですか、そう本当に幸せいっぱいの日々です。 JKT48 のファンの方もたくさん来てくれてる、ね、ですよね。全然あのさっきから英語が読めずに、なんて言えばいいんだろう、ルアはハローハロー、Thank you. I'm Isobe Lua. 応援よろしくお願いします。Thank you. Love you. Love you. 英語が本当にわからないもんで。こっちも嬉しかった。あ、よかった。ラブ修行好きな曲、いいよね、本当に好き。リバイバル公演誰と目が合うことが多いの、ね、ひのさんと歌うパートが多いから結構ひのさんとそう目を合わせて歌ったりしてますねそうパートが一緒な時が多いの、特に最初の3曲は多い。なんて呼んでくれんの、え、ルアちゃんかな、そうルアちゃん、あ、はーいって声も可愛くてなんて癒される曲なのでしょうか、コールミーベルちゃん、あ、イエスイエスイエス、そうコールミーベルちゃん、あだ名ですあだ名です、鈴木ありがとうございます。イベント参加中です、イベント参加してます。だるまありがとうございます。キャプテンのくねくね歩きいじったそうお見送りでこうやってみんなでやって、いやでもそんなところを含めても全部全部大好きですね。カタカナを巻き舌で言えば英語っぽい。我々は宇宙人です我々は宇宙人です、 Nice to meet you ルアスマイルって呼ばれるのどうあれかな、嫌がってるように見えますか、でもめちゃめちゃ嬉しくて本当に、なんか私もいつかなんか常にベルちゃんっていう、あの最初からつけてたからみんなねそれで呼んでくださる方が多いんですけど、でもなんか誰かに言われてそっからあだ名ができたっていうのも憧れてて、それをねそうマッシーさんにやっていただけて、そうルアスマイル嬉しい、なんか
キャッチフレーズでルアスマイルをお届けしますって言ってるからこそ、そういうあだ名はめちゃめちゃ嬉しい。それは宇宙人わらわら宇宙人です。英語っぽい、いいよ。 Call me ルアスマイルはそれも OK です。宇宙人の変顔変顔軽く でも本気で本気で英語をちょっと学んでみたいよね、いつか。なんかでも今後も、今後のことも考えて、ちょっと自己紹介くらいは英語覚えといた方がいいかな。ね、自己紹介くらいは覚えといた方がいいのかな。こんばんは、キラキラ星投げてくださると嬉しいです。よろしくお願いします。イベント参加してるので、もしお持ちであれば投げてくださると嬉しいです。今学びなんや、検索しないと分かんないらしい。ふむふむを英語にすると何になる？なんだろうね。ふむふむはふむふむなんじゃないかな。あれかな、考えるって感じかな。考えるを英語でみたいな。なんだっけ。think think。そういう感じ。I think って感じかな。ふむふむ FM FM どうなんだろうね。英語の成績良かった、まあ、いいんですけど、それは範囲をたま、そう暗記してるからであって、そんなに意外と身についてはいない。思って、みんなが思ってるよりもそんなに身についていないです。I cannot English。 Let me see。 あ、よろしくです。なんか誰か教えて。今日ルアシナノベツさん入りジャケットカード届きました。ありがとう、ありがとうね。 X 見てよ、ありがとう、ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうありがとう。フォローありがとうございます。あ、フォローありがとうすごい、だってなんかさ、英語喋ってたらすごいあれかな、日本じゃない方もフォローしてくださってて、あの今すごい視聴してくださる方もすごい、さっきから日本じゃない方も多くて、何が起こってる。嬉しい、ありがとうございます。どうしよう、何も喋れない。Thank you、Thank you です。イベントってどう言えばいいの？イベントはイベント？イベント。参加って何？参加って何？参加してます。イベントはイベントか、イベント、イベント、イエーイベント、インドネシア語、おった、もっと分かんなくなってきた。はあ、ふむ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 、 I am here R
Thank you. Everyone, last mile for you. いや合ってる。For you, smile for you. あ、テリマカシ、テリマカシ、テリマカシ。ありがとうございます。ありがとう、みんな教えてくれて。何が起きたの？あ、すごい今あの。すごいいろんな国の方が私の配信を見に来てくださるのでちょっと英語でも英語とか喋ってみようと思っちゃってあ、スマイルフォアエブリワン、そういうことか、そうか、最後かエブリワンって。ナイストゥミーチュー。それ公園でやる。For you。どうしよう、みんなそんな乗り気じゃなかったら親密となるよね。All human にスマイル届けます。カタカタ届けます。クリクリの瞳かわいい、ありがとう。ありがとうございます。Thank you. I'm from Indonesia. Oh. I'm from Japan. 難しいね。習った方がいいかな。ちょっと習ってみたい。テリマカシー。難しいよ。すごい、これ何分やってんだろう。すごいめちゃめちゃ頑張ってるルアシ。でもちょっとずつ覚えてきてるよ。テリマカシって言えばいいのか。テリマカシ。インドネシア語ならヨハちゃん、え、ヨハちゃんできるんですか。あと4人でフォロワー2600人。そうなんですよ、もうあとちょっとで、ね、ぜひフォローミー、フォローミー、フォローよろしくお願いします。よろしくお願いします。そう、なんかイベントをしていたらあっという間にもうちょっとで、あの2600人で、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他のみんなの自己紹介も英語で聞きたくなってきた。よし、やってみるか。My, you, every, リリノ。え、こうかな。え、リリノちゃんの英語、え、キャッチフレーズそうだよね。My, you, あ、your か。My, your, every, リリノ。かわいい。いいな。すごい、テンポもいいね。で、ふむふむは、まあ、さっきやったということで、次は、花江ちゃん。え、なんだろう。で、好きな、皆さんの好きなお花、皆さんの好きなお花、Do you like flower? 花江。皆さんにたくさんの笑顔のお花を咲かせます。え、わかんない。 I
わかんない、咲かせるがわからないわ。でもちょっとはできた、ちょっとはできた。そしてゆうはちゃんが、私の背中に見える背中って何、わからない。背中って何、わかんない。背中。私の背中に見えるのは、あ、ブルーム、あ、ブルームか。咲かせる、うん、アイバークルクミ。Your favorite flower, 花。あ、すごいコンパクトだ。 My look back。 でも分かんない、でも疑問形か、もう分からない、無理かもしれないルアシ。え、でもさ、一つ思ったのはさ、一つ思ったのは、ハルチュンの内周って英語なんですかね。P はまあ擬音語として内周。英語、あ、英語なんですね。ナイスシュート、うんうん、もっともっと、もわもわ。もわもわ。難しいけど頑張ります。本当に私の英語理解、何、英語知識ない不足。日本語も分かんなくなってきました。紙に貼ってある紙、壁に貼ってある紙に書いてある中身を教えてって言ってるよ。ありがとうございます、訳してくださり。ごめん、見えないんですよね、それが非常に非常に見えなくて、本当にこれは私のミスです。9月27日のタイムスケジュール、これ、あの、配信する時間です、ライブタイムで、これが自己紹介、自己紹介ってなんて言うんだっけ、自己紹介、プロフィール、マイプロフィール、イサベルア。イベント参加中ということを、全部日本語、イベント参加中ということを言っています。ぜひぜひ参加してるので応援よろしくお願いします。ダメだ、わからない、 セルフイントロダクションわかんない、ひょえわかんないよルアシ。ありがとう、そのみんなめちゃめちゃ知ってる、ありがとう教えてくれて。ふむふむってなってます、めちゃめちゃ。え、自分のプロフィールってセルフイントロダクションって言うんだ、へえ、学んだ、どっかで使えるかな。まあでも一応あの道案内はしたことありますから、ね、できるから、道案内はできたことがある。道案内とか、これどこですかっていうのはできたことある。お、花束ありがとうございます。公演の MC で行ってみてね、なんか英語どのくらいできるのかみたいな、ちょっとやったら面白そうだよね。でもすごい英語わかる人めちゃめちゃムズムズしそう、いやだからこれだってば。絶対ムズムズしそうだね、英語わかる人。
ょっと本当にそういう方は申し訳ないんですけど、でも面白そう、公演の MC でやったら。ヘアベリービューティフォー、お嬉しい、ありがとうございます。 Thank you。 ハートありがとうございます。自己し、ん、ちょ、え、日本語禁止 MC 面白い。え、なんかさ YouTube とかでありますよね、なんか何々禁止みたいな。え、面白そう。え、ね、面白い絶対奇跡的に知ってる単語がハマった、あの道案内、そうそうそうNo problem とかかっこつけた道案内のエピソードもありますからいやそこだけ決まったんよ、そこだけ決まった、うん、え、でもなんか日本語とかは敬語とかありがとうございますとかますとかですとかあるけどね、なんか英語とかになると単語自体が変わったりとかするから、ね、難しい。みんな喋んなくなっちゃう、確かにもし、でもそれはそれでまあ面白い MC になりそうだけどね。え、でもやったことないからやってみたい。ありがとう、いいやんを先輩は英語禁止 MC です。あ、そうなんですか。え、それだったら、え、でもなんか意外とあるよね、なんか日常生活に意外と英語使ってるとか。なんだろう、例えばコップとか、え、コップはコップかグラス、グラスとかたまにいいよね、なんかお嬢様とかグラスとかやってそう。グラスのお準備をえ、確かに面白いね、それは。なんかでもあれはやったことある、あのなんだっけ、な名前忘れたけどさ、ここに紙の紙をさ持ってさ言わせるみたいな、うん、ああいうのもう一回したいな、楽しい。なんかそれか公式の YouTube とかでやってみたい。やっぱり MC だとさ、あのこういう紙とかだとさ見えない方もいるかもしれないからさ、面白そう。三期生春祭りとかってやってないもんね、そういうの。ワードウルフって言うんだっけ、そういうの。そう、ワードを言わせるゲーム、そうそうそう、ワードも英語かまっちゃん得意そう。うえ、本当にルアは絶対すぐに引っかかります。え、何が引っかかったのって絶対言っちゃう自覚なしの絶対自覚ない。ふむむ、ありがとうございます。こんばんは。イベント参加してるのでぜひキラキラ星投げてくださると嬉しいです。あ、星ありがとう。ねえ、ハートありがとうございます。これハート作ったつもりなんだけど、なんかあざといみたいな、ちょっと新しいハートお星様ありがとう。あざといハートね、ただの小顔ポーズみたいな。なんか笑いすぎてすごい口角痛いんだけど、マッサージしていい？え、めっちゃ伸びる、やば、え、どうした、え、なんか、え、こんな伸びることある。お団子ありがとうございます。ハートもありがとう。え、前より伸びてる、え、なんで、怖い怖い怖い。今日もよく伸びます、今日も今日とて、え、お、スクショしてっていう顔
待って痛い、めっちゃ伸び、もっと伸ばしてみよう。いい感じ。一回伸ばした分次縮めないといけないから一回。よし、オッケー。ああでもあ軽くなった軽くなった。あいい感じ。そう伸ばしたら縮めないと次。笑いすぎると口角痛くなるね。ほっぺスクショ潤いました。よかったです。やっぱりその顔面、何か顔面筋の柔らかさが変顔の秘訣。そうかもしれませんね。いやーそうかもしれない。確かに変顔の秘訣はって言われたら、いややっぱりこの顔の伸びですかねとか言って伸ばせばいいのか。でも本当にほっぺは柔らかい方だと思ってて、自分でも硬くはないんですよ。分かんない、私は柔らかいと思ってる。リカさんに出会えてよかった思い出。いやあれはあの時だけです。なんか笑える。ありがとう。ありがとう。何かトレーニングを、いやそれは普段の、そうですね、表情リア、え、なんだろうね、何してんだろう。え、でも喋る時も全然ここしか使ってない。なんかね、そうここしか使ってないから滑舌が悪いんだけど、だからそんなに普段から表情筋を使ってるってわけじゃないんだけどね。喋り方がルは小さくて、ルは氏は特殊な訓練を受けています。あ、多分そうなんだと思います。そうなんだと思います。どこかしらで寝てる時にでもなんかやってるんですかね、訓練を。顔マッサージはしてない。そうしてない、してない、してない。そのうち NHK のプロフェッショナルの取材とか感じるんで、どういうこと。プロフェッショナル。面白い。合唱コンクールでクラス1の表情してそう。ああそれはしてない。ルはね結構真顔だ、歌ってました。感情はそんな表情には出てなかったけど、そんな感じではなかったけど、普通に真剣に歌ってました。私めっちゃ合唱コンクールとかガチ勢だったので、そう実行委員になるくらいガチ勢だったので、それは真剣に頑張りましたね。やばい、英語は読めない。英語これなんだろう。鈴木ありがとうございます。お、7位まで60万8188ポイント、ありがとうございます。減った、ありがとう、みんなのおかげで嬉しいよ。お団子作りたいな、作れないんだよなそれが。不器用すぎて。そう、リリノちゃんの髪の毛整え担当ですので、ルワシは。お団子作ってみたい。ハートありがとうございます。
プリキュア、キュアキュア。学校行事はいかにしてサボって帰るしか考えてなかった。学校行事はめちゃめちゃ好きで、なんか前日とか楽しみで仕方なくて寝れないですよ、よく。そう、めちゃめちゃ楽しみなんだよね、そういうのが。いや、めっちゃ学校好きだからさ。いつもありがとう。いえいえ、こちらこそ本当にね、来てくれてありがとう、配信に。100キラキラ忘れてた。あ、本当に投げてくれると嬉しいな。もうご飯食べたって聞かれてる。ありがとう、さすが英語できる人、ありがとう。ご飯は食べたっけって、ご飯、何食べたっけ、あれ何食べたっけ、待って、やばい、虫ね食べた。お肉食べました。お肉ってなんて言うんだろう、チキン違う、お肉、なんだろう、ミート、そういう系か、待って、わからない、ミートを食べました。Me too. I eaten. I was eaten. Eat. あ、なに、ビーフポーク、わかんないなって。牛肉？豚肉？なんだろう、わからないな。牛肉だと思う。あ、それはそれで違うのか、また変わるのか。あー、わからない。あー、Eat. いや、たくさんやったな、あれは、その英語。あ、やった。めっちゃやった。今めっちゃ忘れてる。そう、テイク、トゥク、テイクンとかやったな。牛肉ならビーフ、豚肉ならポーク、なんか、鶏肉ならチキン。ありがとうございます。ちょっともうスクショしとこう。ありがとう、教えてくれ。やばい、こら元気、すいません。すいません、元気なのに。多分ね、今のルアより多分中3の時のルアの方が確実に頭が良かった。多分中3なら答えれたんだろうな。それはこう言いますって言えたんだろうけど、いや、やっぱり日々の積み重ねですね。本当に難しいことでございます。まだ習ってないから仕方ない。習ったかもしれない。習った気がする。全部用語は知ってる。過去分詞とかも習ったんだけどな。例えばベルちゃん、海鮮グルメは好きですか？海鮮か、海鮮好きですけど、ちょっとイクラ以外めっちゃ好きです。イクラも食べれるんだけど、うん、なんかね、匂いをあんまり好ましくないので。海鮮でも好きですよ。
こんばんは。もう一回塾通うかね。通ったでもね、本当に本当になんだかんだいい先生じゃいい先生でして、そうすごいテストの点数をまず塾に見せないといけなくて、そのためにその回答ごと見せるので、まあ別に逃れられないじゃないですか。別に逃れる気もないんですけど、逃れられないから、そのために頑張って頑張って、そうで提出するたびにたくさん言われ、はいはい、すいません、はいすいません、はいすいません、頑張ります言ってそうめちゃめちゃ頑張ってたので、そう本当に塾行く日々が憂鬱だったんですけど、でもやっぱり行かないとこうなるし行かないとこうなるんですけど、やっぱりそうなんですよ。なんか誰かに、そう多分勉強は見張られてた方がルアは多分伸びるんだと思います。自分でやる、後で自分でやっとくっていうのができない人間なので、多分そういう塾というものは偉大だったでしょうね。そうめっちゃ大変だったけどね。うん。こうなるとかやめて、いやもうこうなってるんですよ。もう英語ができない頭に完全になってる。前まで本当にできた、ね、本当にできた。あでも数学はおろそかになっておりませんのでご安心ください。数学はできますよし、自己紹介みたい。そうです、えですよね、これは読めた今じゃあふむふむ、そうだね、今日ふむふむやっていない、日本語をやっていない日本語ふむふむをしていない。それでは皆さんぜひ R と言ってくださったら嬉しいです。いきます、はい、ふむ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 、私はここにいるので R、ありがとうございます。皆さんにたくさんのルアスマイルをお届けします。新潟県出身、高校1年生16歳のベルちゃんことイソベルアです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう、わめっちゃたくさんある、ありがとうございます。ありがとう、くるちゃんイエーイ、よろしくありがとうございますありがとうございます。ポキちゃんは2階で勉強してるふりして漫画読んでママの足音したら漫画隠してたらしい。あ、私もそういうパターンです。そういうパターンでした。今別に隠してないけどねそう、携帯いじっててで来るって思ったらすぐ隠して勉強してるふりありがとうございます皆さん、ベルちゃん。でですね、で多分これみんなあるあるだと思うんだけど、本当に勉強してる時に限ってなんか勉強してないって言われて超絶頭に火がついてました。本当に勉強してる時に限ってそういうこと言われるんです、ね、隠してる時は大丈夫なのに本気で集中してる時に限って、いや絶対してないでしょ、いやしてますしてますしてます。共感できますか皆さんもしかしたらね、もうそういうことをまずしないと、隠すことをしないという方がもし多分いると思うんですけど、私はそう隠して逃れてきた人なので、あるあるですね、日常茶飯事でございます。ママシア見ているのでしょうかあでも今そんなことしないから大丈夫、堂々としてますルアシ、堂々と携帯いじってます、すいません
本当に勉強してた。そう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 、そう言われるんだけど、でもそう、そう言われる時に本当に勉強してるの。ねえ、やだこっちゃ。昔も自分そうだった。ねえ、みんな通る道だと思う、夜はそう信じてる。あと、ありがとうございます、ありがとう。高校の成績や結果が全て。そうなんですよ、通知表とかが全てです。ドキドキドキ。ねえ、やっぱりでも今が大事ですよね。今頑張ると勉強とかをね、そう、そしたらそう、この先、あ、あの時やってよかったなって思う時が来るかもしれないからね。そう、今いやいややってるのが実は青春だったりしたりね、勉強は本当にそうなんです。まあでも今頑張ってて、後で勉強しないと、まあ今のルアみたいに全てを忘れてるんですけど、やっぱりあの日々の日々の積み重ねと継続が大切ですね、学業は。くしゃみ待機中。あ、くしゃみしてないね今日は。もうなんかこのルームでくしゃみが定番化してて面白い。急にするようになったよね、びっくり。ちゃんと水分補給、あ、ありがとうございます。水分補給しますね、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。そう、振り返ったら青春。いや、そうなんです、もう勉強も青春だったりするよね。そう、今のこのアイドル活動もそう青春なんだけど、ロアの新 CD ジャケットから届いた、ありがとう、嬉しい。すべてを忘れてってパーティーですか。パーティー、すべてを忘れて。パーティーしてるときはすべて忘れてでもいいんじゃないですかね。うん、その時はその時を楽しみましょう。デリマカシーです、デリマカシーです。うぅー、あ、びっくりした。びっくりするなもう。あ、びっくりした、お騒がせいたしました、これが落ちました。そう、下も止めてるからさ、あ、よかった。急に急なことが起きると変な声出るでしょ、みんなもそうでしょ。本当にびっくりした、髪の音ってなんでこんな怖いの、ガシャンとか、えっ、ー、と思って。今日も今日も京都で何かしら起こったね、怖い。壁がくしゃみしてる。そういうことですね、そう、そういうことです。お団子ありがとうございます、本当に1回に1回は1回に1回は必ず何か起きてる。ランク7まで604,589ポイント、ありがとうございます。ぜひキラキラ帽子投げてくださると嬉しいです。それって必殺テレポートダンスですかって来てるんです。演出ですかってことですか。必殺いや、不意に起こった事故です。すすき、ありがとうございます。あ、明日の配信時間ね、そう、決めよう決めよう決めよう、そうだ決めようね、うん、
なんとここ、こっちか。明日の配信時間は可愛い、なんかそう、なんかね、可愛い色で描きたい。今回は絶対に見える紙で描かないといけない。これは見えにくい、さすがに。どうしよっかな、黄色とかにしよっかな。どうしよう、黄色にします。そう、明日そうなんです、記念の配信があるから。どうしようかな。じゃあ一番見えやすい黄色に黒にしたいと思います。この色一番見えやすいですね。どうしようか。そう、明日そうですね、あ、そうだ、お知らせしとかないと。明日公式ルームでの配信となりますのでよろしくお願いします。そう、さっき変更のね、お知らせがあったんですけど、よろしくお願いします。朝もやります。朝は今回は7時からとかにしてみようかな。ちょっと時間帯をね変えてみようと思います。7時から8時で、夜がちょっと5時とかができないので、そして公式配信が6時半からなので、そっからまあ1時間くらい、どのくらいの時間になるかわからないんですけど、そのくらいになり、でそっから、難しいね。8時半とかからできるかな。8時半からできることを祈って、8時半からじゃあ設定しておきます。もし変更があったらお知らせしますね。よろしくお願いします。じゃあ書きますね。明日？9月28か。待って、なんて見やすいんでしょうか。見やすい。タイムテーブル、あ、見やすえ、じゃあどうしよう、朝1時間半とかした方がいいかな。どうしよう、まあいっか、大丈夫。そ、投げ星とかじゃないから、まだ7時からします。どでかく書くね。すごくない？でかっ。で、20時半からかな？20時半か。真剣に書いてるオッケー、見て重ねて、なんかお米みたいになっちゃってる。ゼロがこれもオーバーしてるあ、見やすいはい、こんな感じです。どうかな。ありがとうございます。よろしくお願いします、ね、変更は変更する可能性が大なんですけど、でもその時はお知らせしますのでよろしくお願いします。あ、予定って書いておく。そうだね、予定です。あれ、予定の予ってこうだっけ、待ってたか。こちら予定となりますので、
後でメールにも送ります。よろしくお願いします。あー見やすいなんで見やすいんでしょうか。かしこまり見やすいね。え、カラオケがしたい。カラオケしていいですか。歌いたいな。皆さんとたくさん話したいんだけどお話もめっちゃ楽しいけど、いい？して、いいね。あ、よかったよかった、賛成でみんながよかった。何書いたか教えてく、あの明日のテモローのスケジュールです。時間、タイムよろしくお願いします。何歌おうかな。大人ブルーにハマってるこうやってるからめちゃめちゃ曲好きです。何歌うかな。リクエストありますか。誰もありがとうございます。ふう、昨日も歌った、今日も歌うよ。何にしよっかな。あの別、あの別いいね。そうですね、歌いたい。最近歌ってないかもしれない。でキー下げたい、本当に本当に本当にキーを下げたい。声が高いけど頑張ります。いきます。ララ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 
メボスと違うと笑うんだけど、どんな願いするうちのみとして僕に文章をと微笑んでいつか愛にして、それってどういう意味、どこかへ行かれて愛にだ。一番恥ずかしいこのタイミングだけど、その時泣かせばかかに響く。どうするこのままさよならか。そう、ちょっと待って。言葉にはできない I love you だから、いきなりキスしちゃいました。ありがとうございます。すごい楽しく歌いました。振り覚えられませんね、覚えにくいよね、うん、でもありがとうございます皆さん、ありがとうございます。誰もありがとうございます。たくさんギフトも歌ってる途中にもありがとうございます。目がよいしょ、何歌おうかな他に。ぎっこちないつわけです。あーいいね、あんまり歌ってないや、あれ以来次はしなやかなメロディーへと行きたいと思います。褒められてる、 ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。駅のプラットホーム電車が近づく、運転席の窓がキラリ反射した。冬の重たい空気をかき分けて進むように、君と一緒に朝がやってきた。いつも同じ顔ぶれ乗客の中に定位置の君を確認して、わざと少し離れ着いた。僕はそれでも幸せに思えた。だけど目と目合ってもリアクション困ってしまう。不意に胸がキュンとして、目を逸らすしかない。心を見透かされる
ありがとうございます。ありがとう、ギフトたくさんありがとう。ハート星ペンライトたくさん、ミラーボールもありがとうございます。嬉しい。ちょっと待って、水分補給するね。ちょっとこの中にルイボスティーが入ってるんだ。安定のルイボス。ルイボステイテイ。ふう、最後1曲くらいにしよっかな。何がいいかな。久しぶりに乃木坂さんのきっかけとか歌ってみたいけど、でも最近歌ってなさすぎて、めちゃめちゃ何ヶ月ぶりとかになりますよね。歌ってみたい、めっちゃ好きで。皆さん歌ってみよっかな、言ってみたい。
ありがとうございます。すごいタイミングよくミラーボールが終わったありがとうございますありがとうございます。あ、めちゃめちゃ久しぶりに歌った。あ、ちょっと歌えてよかった、ちょっと安心。え、ねえ、すごい、あのタワーが来たんですけど、クマタワーありがとうございますありがとうございます。ハッピーアイス、あれなんだっけ、ハッピーアイスクリームシー、ありがとう、嬉しい、ありがとうすごい、ね、歌ってる途中にありがとう。ってことでありがとう。ありがとうです、ありがとうございます。しかもちょうどいい時間ちょうどいい時間、ありがとうございます。心に染みたよかった。あ、パピコ的にね、そうそうそう、以前パピコがあのルアのバッグにあの染みてたんですよしかもそれがコーヒー味で、で白いバッグだったから、そう、でも洗ったら取れたんですけど、パピコね、やらかしましたね、その時はよし、ありがとうございます。それではちょっとスクショタイムをしたいと思います。歌えてよかった、ありがとう、みんな聞いてくれて。ポニーテール下からこうやろう、どうしよう、こういう感じ、ありがとうございます。今日ハートいっぱいしたから、ハート、ありがとう。
そうカバンに染みたんです。そう心には染みてなくて、かでもそう悲しかったですね。くしゃみなかった。確かに今日くしゃみしなかった。ごめんね。なんかごめんね。それでは男女読み上げさせていただきたいと思います。おろさせてください。13位カズ氏ありがとうございます。12位眉毛氏ありがとうございます。久々ありがとう。11位フレッシュミオリン氏ありがとうございます。10位ふわふわ氏ありがとうございます。9位ポンポン氏ありがとうございます。8位しゅうちゃん氏ありがとうございます。7位新潟のあおちゃん氏ありがとうございます。6位アザラシクジラン氏ありがとうございます。5位タンタカ氏ありがとうございます。4位アイスラースマイル氏ありがとうございます。3位小川マン氏ありがとうございます。2位ハッピーアイスクリーム氏ありがとうございました。ありがとう。そして1位はケイト氏です。ありがとうございました。たくさん10連ありがとうね。嬉しかった。ありがとうケイト氏。はいありがとうございます。あまだあと1分ありますね。ね、なんか2時間配信あっという間で本当に楽しい配信をありがとうございましたね。あの残り529,335ポイントありがとうございます。この順位でとりあえず今日は終わりかな、わからないんですけど、明日も元気よく頑張ります。もう折り返しの時間、折り返しの日になってるので、後半もっと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 元気出して元気はあるんですけど、テンション上げて頑張りたいと思ってます。明日からもこの時間帯でよろしくお願いしますね。明日は配信のやつがあるのでよろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。ありがとう。またね。おやすみ。あれどうやるの、ちょっと待って。おやすみ。